こんにちは、あゆです、今週のルームはちょっといつもと違ってます、あゆちゃんと〇〇さんから逃げろ鬼ごっこルームとあゆ犬 vs ゾンビ軍団となってます、賞金は鬼ごっこルームのみとなっておりますので、その辺をお願いいたします。鬼ごっこルームの説明です。鬼ごっこの鬼を私と一緒にしてくれる方を募集いたします。鬼をしたい方は5月6日水曜日のお昼12時までにこの動画のコメント欄でコメントください。ボイスできる方でお願いいたします。複数いましたらルーレットで当日決めたいと思いますので、必ず参加できる方でお願いいたします。ルールはいつもと一緒なんですが、拾ってもいいしてもいいことはカバン、回復、木、スタン、ガソリン、バイク移動です。したらダメなことは、キルを取ること、武器を拾うこと、車に乗ることとなってます。これは初めてやるんですけど、あゆ犬 vs ゾンビ軍団です。私と犬くんのみ武器を持ちます。ゾンビの皆様は服を脱ぎ、素手で殴ってきてください。ゾンビが持っていいものは回復とカバンのみです。車両すべて禁止で徒歩移動でお願いいたします。私たちも徒歩で移動します。見つけ次第倒していくので、殴りかかってきてください。最初の街で見つけた場合も倒していくので、その辺よろしくお願いいたします。これはちょっと初めてなので、お試しな感じでちょっと今回はねやっていきたいと思っているので、放送事故になることもあるかもしれないんですが、温かい目で見守ってもらえると助かります。もしね、万が一、すごい最初に私とケン君がやられてしまったら、もう皆さんの殴り合いという感じでお願いいたします。なのでちょっとキルログをね見てないとわからないかもしれないんですけども、そのようにならないようにちょっと頑張りますので、皆さんも楽しんでやってもらえると嬉しいです。2試合ともゴースティングチーミングありとなってます。鬼ごっこでみんなで協力して逃げるもいいし、ゾンビでみんなで協力して倒しに来るもよしです。もちろん一人でも OK です。当日に、質問コーナーを設けるので、わからないことがあればその時に質問してください。はい、みんなで楽しいルームになるように頑張りましょう。今までね、皆さんがルールを守ってくださってるので楽しくでやることができてます。カミカミだ。今回も皆さんがルールを守って楽しいルームになるようにしていきましょう。では皆さん遊びに来てね。バイバーイ。